野馬追通り名城間の歴史あたり。今回は2番グラフです。1926年の地図です。現在の野馬追通り名城間の敷地内で酒造店と銀行が営まれていました。現在の2番蔵の場所には昔お酒を作る倉庫と麹室がありました。当時2番蔵の横には釜場兼従業員の宿舎がありました。こちらはお酒を作っている様子と推測される写真です。2番蔵は1963年に大幅な増築がされました。2番蔵の天井には建てられた時に置かれた魔除けの浜屋があります。現在の野馬追通り名城間の敷地図です。2番蔵は写真展などの展示やダンスの練習、各種イベントなどで貸し館可能です。皆様のご来館お待ちしております。